仕事になんか役立つ話とかスキルがあって、でそういったものにマニュアルがあるんだっていう驚きでした。トーストマスターズの活動を通して実際に自分のしたいことを実現するのかっていう、すごいトーストマスターズの大きな魅力じゃないかな。どうもディビジョン J ディレクターのチャドです。インタビュー第4弾、癒しの博識アクティブリスナーでおなじみの川本博之さんに来てもらってます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。私は2017年の2月にトーストマスターズに入会しました。最初は栄クラブに入会をして、その後半年ぐらいして明記セントラルクラブところに入りました。でたまたま明記セントラルは新しいクラブでしたので、もう入った途端に役員ということで VPPR をやるということになって、その後 VP やらせてもらって、最終的にその翌年エリア、前年のエリアディレクターをやっています。で今年は教育担当の係をさせていただいています。栄でやる役員が初めてなんですけれど、今年会長してます。英語のなんかセミナーみたいなのの帰りに、まあ、二次会みたいなのがちょっとあって、この中で確かあの時は木持ちさんと、それからあの天馬さんが二人でなんかトーストマスターズの話をされていて、たまたま聞いて、英語を話す機会ってあんまりないので、そういうこと自体には興味を持っていたので見学に行ったみたいな形が出会いでした。ちょっと英語でこう話をしたり、まあ、英語の力を上げるっていうことで、まあ、興味を持って入ったんですけれど、意外と何だろう、そのコミュニケーションの部分も当然なんですけど、リーダーシップの面っていうところに私は入ってから結構興味を惹かれて、まあ、いろんなそのリーダーシップに関するマニュアルが揃ってるっていうことが結構あの驚きでした。まあ、リーダーシップの方のトラックとコミュニケーションのトラックって2つあの前のプログラムではあったので、どちらかというとそのリーダーシップのプログラムっていうものの方に結構興味を持って、あの例会でも参加してました。なので、例えばタイマーやるときはちゃんとタイマーのそのマニュアルを読んでタイマーの仕事をしたりとか、なんかそういうことを結構意識して、そっちのマニュアルを一生懸命あの興味持ってやってますので、リーダーシップのところっていうのは意外と仕事になんか役立つ話とかスキルがあって、仕事で部下と話したりとかいろんなことをする機会もあったりする中で、例えば面接する前にちょっとファシリテーションのところとかアクティブリスニングとか、ああいうところちょっと一応読んでみたりして、でそういう機会に臨むとか、あこういうこと聞いといた方がいいんだなに入れてからやったりするっていうのに結構今でもなんか結構役立ってます。まあトーストマスターズでマニュアルがあるっていうのが私自身の印象なので、なんか困ったこととか気になったことがあったら検索すると意外とマニュアルあったりするんですよね。あのメインの仕事は普通にあのサラリーマンなんですけど、業種としては、まあ、IT 系の業種で、プロジェクトマネジメントのスキルが一応専門職種として の内容になっています。はい、トーストマスターズに入ってからもね、いろいろやりたいことが変わってたりもして、本当はあのちょっと前までは英語を使ったガイドをしようかなということで結構勉強もしてたんですけれど、ちょっと最近写真カメラにちょっと興味を持ちたのが2年ぐらい前ですかね。僕はあの楽しかったので、なんか今はちょっと興味がそっちに向いていて、できればあの今年の4月からはちょっとプロのカメラマンとして、あのお仕事としてやるってことができたらなというふうに思って今取り組んでます。はい、トーストマスターズでもたくさんひろしさんの写真を使わせていただいてますんで、皆さんがそうです。ね、ぜひあの機会があれば皆さんの撮影させていただければなというふうに思います。人を撮るのに興味があるので、すごくコミュニケーションのスキルも必要だし、いろんな段取りなとかいろんな協力してもらったりっていうこともあって、あのリーダーシップのスキルもいるんじゃないかなっていうふうにあの思っているので、まあ、いろんな役員やった経験なんかも含めてすごく役に立っていると思っています。どんな活動をちなみにやられて
るんですか？そう、今年のセミナーをこうやっていくっていうことで、その中の、まあ、テーマ決めをしながら、そのセミナーを誰が今度取ってやっていくんだみたいなことで分担しながら進めていくっていうような形で、オンラインセミナーのことを一つやってるのと、もう一つは論評の大会みたいなことをやろうっていう話が出ているので、まあ、それに向けたちょっと準備っていうのが大きな2つの活動として進めてるっていうシーンですかね、うん、はい、面白い点とか難しさとかって、剛さんは教育のことを、うん、割と知ってる地でそちらに行ったと思うんですけど、いやいや、みんなね、もうすごい超ベテラン勢の方たちばっかりなのであのそういう考えもあるんだとか、こういろんな経験、失敗とか、なんだろう、難しさっていうのを知ってる人たちばっかりがこう結構いるって感じですかね J の中では教育の選抜として行きましたけど、向こうの中ではやっぱりレベルがもっと高い人がたくさんいる、なんか前こういうこともあったから、こういうことをちゃんと考えとかなきゃいけないみたいなただやって失敗したらいいんだとかって、そういうことじゃないんだってなんかね、いろんなことをこうもうすでに経験されするので、で失敗してやるというよりも、もうそれに対する知見を持っているので、なるほど、そういう場合事前にこういうことした方がいいとか、こういうことをちょっと根回しした方がいいとかみたいな話も結構出て、もうなんかそうなんだ、ふーんって感じ。なるほど。でも意見として、あ、そういう考え方もあるんだなっていうのは勉強にはなるんですけど、うん、まあ、でもその中でなんか自分も少しはやれたらいいかなと思って、うん、私自身はちょっとそのメンターに関することのちょっとやりたいなと思ってて、ちょっと手を挙げてる感じしてます。で、そうですね、今パスウェイズに変わったりして、みんな結構共通の悩みがもう目の前に来てるっていう、なのでそこで教育担当としてできることがあればなんか取り組んでみたいな、でそれは会長としての自分のクラブにもあるし、まあ、この J のエリアの担当としてもするんじゃないかなって、まあ、特にやっぱりなんだかんだ言って本格的にもう選択肢がなくなるのは今年からだと思うんですよね。でそうすると、まあ、新しい人はあんまり抵抗ないかもしれないですけど、やっぱり昔からこう旧プログラムをしてきた人からするといろいろな困ることとかも、まあ、現実出てきてるのかなって思うので、やっぱりそこで何か助けになるようなこととか、そのクラブにとってメリットがあるようなことがしたいなっていうのが、うん、やっぱり最初に入った時に困ることとか、そこでやっぱりいろいろなことを入ったばっかりが一番大切だと思うので、やっぱりきちんとメンターがそこをそのサポートしてあげなければいけないんですけど、メンターの人もそのトーストマスターズとしての経験は言えて、じゃあ新しい教育プログラムどこに何があって、まずはこれを見てこういうふうにやった方がいいっていうのも、なかなかみんな戸惑ったりしてるし、下手したら本当にパスが選べないみたいなことも起きてるので、それをじゃあそのメンターだから自分で全部調べてやれっていうのも効率が悪いんじゃないかなと思って、それはもう共通の悩みだから、まあそうだったらまあ、これ日本全部一緒じゃないかなと思って、だったらちょっとこの日本ディストリクトとしてやったらなんか貢献できないかなっていうふうに思ってやろうと思ってます、うん、今年のそのチャドさんもこう取り組んでいる、やっぱりこうクラブを活性化するっていうことがやっぱり必要なエリアなんじゃないかなって思いますよね、はい、そこの課題に対してこうエリアディレクターすごく取り組んでるんで、そこにこう正面からぶつかっててる感がすごい素晴らしいなって思うんですけど、やっぱりどうしてもちょっと人数とかクラブの数が少なくて、うん、ある意味、まあ、チャドさんも課題で挙げてましたけど、ちょっと切迫したところもあるので、まあ、そこをちょっとブレイクスルーしていく必要があって、今だと動画とかそういうものでやるっていうのもすごくいい取り組みだなと思うので、そんなことでこう突破できて結果が出たら年始のすごく成果として、あとその教育担当という立場で例会の質を上げて、トーストマスターズの活動自体の質も全体的に上げたらいいんじゃないかな、まあ、本当はみんなもマニュアルとか、トーストマスターズってどういう理念でやってるのとか、そういったこともやっぱり大切な活動の一環、そういう前提に活動があるので、その下の部分を知らずにただ例会過ごすっていうことだともったいないし、何かこう判断を迫られるような時にどうするんだっていう時に、初めてそのトーストマスターズのポリシーとかそういったものに遡る時が出てくると思う、そういうことも含めてみんなが底上げできたらいいんじゃないかな、うん、担当としての課題はやっぱりそういうところかなって思っています。トーストマスターズっていうのは、なんだろう、そのトーストマスターズの中でスキルを上げるっていうことも当然大切なんですけど、
トーストマスターズの活動を通して、いかにじゃあ自分のやりたいことにそれを利用するかとか、そういうスキルを身につけて、実際に自分のしたいことを実現するのか、すごいトーストマスターズの大きな魅力じゃないかなというふうに思ったりします。まあ、それ何かするにしても、コミュニケーションスキルっていうのは必ず必要になってくるので、まあ、ある意味練習の機会とかチャレンジの機会っていうことも言ってますけど、トーストマスターズ活動として楽しんでるっていうこともあるとは思うんですけれど、まあ、どちらかというと、ここでいろいろ勉強したことや学んだスキルを使って、自分が本当にしたいことをするときのヒントなり、経験値にしたいなというふうに思って、まあ、それがちょっといろいろこうやっていく中で、何が自分がしたいんだっていうのは、まあ、結構変わってったりもするんですけれど、まあ、それでも共通の基礎スキルなのですごく役立つかなと思ってやってます。今期のアシスタントディビジョンディレクタープログラムクオリティ担当しているひろしさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ最後ディビジョン J のポーズで終わりますんでよろしいでしょうか。じゃあいきます、はい、ディビジョンJ、 はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。今回インタビューに登場してくれたひろしこと川本博文さんも出演されているオリジナルドラママイパスウェイズが YouTube にて大好評配信中です。トーストマスターズの教育プログラムパスウェイズの使い方がよーくわかり、笑いあり涙あり、そしてちょっと元気になれるドラマとなっております。ぜひご覧ください。そしてなんとこのマイパスウェイズがパスウェイズの説明動画資料としてトーストマスターズ日本支部のホームページに採用いただくことになりました。詳しくは日本支部のサイトからご覧ください。皆さん、ご視聴ご声援本当にありがとうございます。